時はこういう風に持ち上げられていく、これでこう返そうとしても皮膚のところが痛いし、ここも痛いし、肘関節もちょっとおかしくなりそうなので、こういう状態であえてこの螺旋を背中側もつなげた状態でこう顔なんか変わりました。でそのままその表面を握っている感じからちょっと違うところに力、ここからこういう風に入れていくと、これが関節で途切れたり、どっかロックしたりすると途切れちゃう。その緩みを使う。例えば僕が力で返そうとしたら抵抗できるんで、これもかなり肘とかも痛いし、グッてやって、これ、拮抗します。両方皮膚も痛い。そこでグッと螺旋を作って、拮抗して、ずっと相手がねじってる方向にその力を加えたもの、それをねじるかも、さらに拮抗する。それを、はい、こんにちは。今回はですね、腕を順番にこうねじっていって、体の中でその天使といいますかね、で、まあ、太極拳に天使系っていうのがあるんですけど、まあ、今からやることが天使系そのものかって言ったら、まあ、そういうことではないんですけれども、それを感じやすくするためのエクササイズとして、体をこう順番にこう感じながら、ねじりを作っていくっていうのを、やっていきたいと思います。で、だいぶ前の過去の動画でもね、そういうのを出してるんですけど、ちょっとこう、まあ、適当に正当に喋りながらやってるって感じで、説明がほとんどない動画だったので、リクエストがあったので今回紹介することにしました。で、まずちょっとやってみますけれども、ただこれまでの動画でお伝えしてきたような、まっすぐこう上げて腰の、ね、この辺から指先までがつながってる感じとか、前にこうね、鼠径部をぐーっと畳んで、ここから脇腹のところからこうね、関節緩めて指先までがつながってる感じとか、そういう感覚がね、しっかり味わえていることが前提でお伝えしていきます。で、まずどちら、まあ、両手同時でもいいんですけど、ちょっと説明しながらなんで片手でやっていきます。腕の力を抜いて斜め下にぐーっと指をね、差し込んでいく感じにしていきます。そしてねじっていくんですけれども、ただ単にこう手首のところとかで返して腕全体がぐるっと回るというよりも、体の中で肩関節の中の方をぐーっと前に倒していったら、それが少し肘の方に伝わって、で、それが後から手首に伝わって返し、あと一番最後に指先に伝わって返るという感じですね。で、ぐーっとねじれていって、関節技かけられてるみたいな感じで、関節伸ばしきっちゃうとちょっとその途切れるので、全部の肩、肘、手首も全部緩めた状態でそのねじりを作っていく。そして、まあ、できればね、背中の方まで全部感じてもらった方がいいんですけど、しっかりとつなげて仙骨も入れて、ぐーっと指先からつながっている状態をこういう角度で作っていきます。そして今度はグッと中から今度起こした、ここら辺がグッと伸び上がった回転が肩に伝わって、そして肘に伝わって、手首に伝わって、逆の方向に返っていく、はい、でこうすると、まあ、逆側で今度関節側、関節技をこういうふうにかけられたような感じですね、はい、で今度はまたこっちにねじってる感覚をグーッと指先でも全体で持ったまま、体の胴体の部分を戻していって、背中つなげていって、肩が回転して、でも指先は先ほどの方向にねじれたままで、肩を返していって、ずっと拮抗してるような感じですね。で、拮抗してる場所をずっと場所を変えていくような、拮抗してる場所を変えていくような感じです、はい、でまたこっちにぐーっとこっちが 100% になったら、今度また中から逆回転を起こしていって、でも指先は先ほどと同じ回転で、じわじわじわっと、だからずっと拮抗がマックスで、あるような状態ですね。時計回り、反時計回りがずっと、交互にねじれで入れ替わっていくような感じで、それをこう左右ね、両方同時でもいいですし、左右別々にやってもらってもいいので、しっかりと、味わいながらやっていく。まあ、早くやるとこういう感じで体に波を起こして、それを感じていく。で、違うのはなんとなくぼんやり見てもらったら分かると思うんですけど、なんかこうただ単に肩関節回ってるとか、肘から下こう手首こうやって回してるっていう感じだと、
連動がないからだからと思うんですけど、それを緩めてつなげて中の方からじわじわとタイミングが少しずれるだけでいいんですけどね。でグッと起きてきたらそれがじわじわとつながって伝わる。でこっち側でグッと入ったらこういう形で後から指先に伝わる。でそのねじれが体幹の方から先に起こして指先に波及させていくっていうことですね。でそれができると、どういうことになるかっていうのはね、この後ちょっとお見せしますけれども、はい、でかなり強い力、これがいい、はい、はい、で例えば僕が力で返そうとしたら抵抗できるんで、これもかなり肘とかも痛いし、グッてやってこれ拮抗しますよね、両方皮膚も痛いし筋肉も痛いし、でそれに対して今この前ねやったようなこのねじりをぐーっと入れていって、でここまでつなげていく、で肩ここにして、でそれは指をこういうふうにこう回旋させる方向に全部肩も肘も手首もこういうふうに螺旋を自分で意識で作っていくんですね。でそこでぐっと螺旋を作って拮抗させて、ずーっと相手がねじってる方向にその力を加えたものが、それをそっちもぐっとねじってる。で、体の体幹の方を先にぐっと戻していくんですよ。でもねじりがさらに拮抗する。でそれを、分かるんですか？解放されるから、ぶつからないでしょ。そうですね。はい、じゃあ実際やってみてね、どんな感じだったでしょうか。ね、キュッキュッて全体が同時に回ってしまわないように気をつけながら、繊細に内側を使ってグググッと体幹に近い部分からだんだん遠くをこう回転させていくっていうのをね、意識して取り組んでみてください。はい、では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。